ファイズムスタファサラージは、リビアの政治家。2016年から2021年まで原主閣に、当たるリビア大統領評議会議長。2015年12月17日の政治合意によって、国民合意政府が成立すると、その首相に就任した。トリポリの国会議員でもある。トリポリの名家の出身。父は、リビア王国で大臣を務めた、近代リビアの創業者の一人である。 技術者としての訓練を受け、カダフィ政権下では、住宅省に勤めた。2014年、国民議会のアハマドマイティーク内閣の下で、住宅、公共事業省を勤めたが、同年の総選挙後、リビア政府は、イスラーム勢力が支配的なトリポリの新国民議会と国際的に承認されたとブルクの国民大議員に分裂した。2015年10月初め、 国際連合のリビア特使であったベルナルディーノ・レオンは首相と国土の東部、西部、南部の3名の代表者、それに大統領評議会を首相と共に構成する2名の大臣によって指導される国民統一政府を提案した。しかし、この提案はトブルク政府とトリポリ政府の双方に尻けられた。サラージ他6名の大統領評議会委員と 提案された内閣の閣僚らは2016年3月30日にトリポリに到着した。その翌日には国民合意政府が首相府を支配下に収め国民議会がミスラタに避難していたハリー・ファールグワイルを首相に指名したことが報じられた。しかし間もなく4月5日にはサラーチが首相を兼任した。2016年8月には国民大議員が 国民合意政府側の内閣を否決し、以降の再組閣も行われず、法的な正当性を持たない状態に陥った。2020年9月16日、10月末までに、大統領評議会議長を退く意向を表明。しかし、国家最高評議会は10月29日、更地に、公認の議長が決定するまでその職に留まるよう、要請したため、 翌30日に G を撤回した。2021年2月にスイスのジュネーブにて会合が開かれた国連主導のリビア政治対話フォーラムにおいて12月の選挙まで暫定的に大統領評議会議長をムハンマド・アル・メンフィ首相をアブドゥルハミード・ドベーバとすることで合意しサラージの大統領評議会も大議員側も新政権への権限以上に同意。 3月の統一政権発足に伴いサラージは、評議会議長、首相の両方を退任した。ありがとうございます。